この行為、孔子の血を引く者として董卓の暴挙は見過ごせぬ。俺は頼もしい。だが我が軍が誇る白馬義獣も遅れは取らんぞ。諸侯が集まってこき脅しの応酬とはな。くだらん。毛徳、お前が組みする価値があるのか。まずは天下に宋毛徳の名を知らしめ、それで十分に。それもお前たちの働き次第だな。頼むぞ、加工とも。言われるまでもない。お前の道はこの加工現状が切り開く。